黒沢映画2011笑いにできない恋がある、出演させていただきました森三中の黒沢です。今回私が出演させていただいたこの映画は、女芸人の仕事、友情、恋、いろいろな人生を描いた作品です。私たち女芸人が恋をしたら不器用だけど一生懸命で、でも周りのみんなに励まされて応援されてという、なんかこう仕事と恋の狭間で揺れ動く切ないストーリーで、そして笑える作品です。そうですね、ちょっと出ているメンバーがちょっとおふざけみたいな感じのメンバーなんですけども、これは本当に映画が好きな方に見ていただける、女性芸人さんがあまり好きじゃないなっていう方も楽しんでいただける作品だと思います。今恋してるあなたも、これから恋をするあなたも、ぜひこの黒沢映画2011笑いにできない恋があるを映画館で楽しんでください。以上、森三中の黒沢でした。